はい、えー、今日もですね皆さんご視聴いただきまして誠にありがとうございます、えー、ここ数日はですね、えー、今年の1月の終わりそれから、えー、3月の頭にですね嵐の大野智さ,さんの歌声についてこうね、えー、語らせていただいた動画がどちらも10万回も再生。 今なんかハンバーグ師みたいになりましたけど10万回再生をね2つの動画していただきましてその感謝の意味を込めてですねえついこの間また大野くんの歌声について語らせていただこうということでつなぐという、えー、アンタイトルというライブの映像をですね見ながらお話をさせていただいたんですけどもその時にですね私がもう申し訳ないことにあんまり詳しく嵐のことそれから大野しさんのこと <laughs> いけない大野聡さんのことあんまり 詳しくね、どんな曲を歌われているとかライブの映像をたくさん見たわけじゃないので皆さんいろんなことをですねこの曲がいいよとかあのアルバムがいいよとかって教えてくださいということをお話しさせていただきましたら本当にありがたいことにたくさんコメントをいただいてですねそして前回は、えー、アンタイトルの,そのライブの映像の中から「抱擁」という曲それから「ソング・フォー・ユー」というこの2曲をですね嵐くんの <laughs> 嵐く口 嵐君じゃない大野君の疑いを中心にお話をさせていただきまして <laughs> ちょっと嵐君が自分で壺に入ってしまいましてええなんですけどそれ以降も皆さんたくさんコメントいただきまして今日はですねえー、お名前読,み読んでしまいましょう。A. マイラさんでいいですかね A は大文字 M が大文字で小文字であと AIRIA マリアさんでいいと思いますマイラさんで。 もう、かみかみですね。取り直せよって感じですけど行いきましょう、このまま。A マイラさんの1725と、えー、アカウントも書いてあります。アラフェス2012。これ、あの、ライブ動画ですね。嵐の公式のチャンネルの動画。アラフェス2012二と二2012年ですね。の、レインという曲。 ををぜひ解説ししていいいいたたたただだききいというコメントをいただきました他の方もですね今公式で上がっている嵐のライブの動画の中でのソロはレインだけですというような、えー、お話も書いていただいた方もいらっしゃいまして私はこれが非常に気になっております。えー、で「おのくの歌声解説」と言いながらですね「つなぐも」もそれからこの間の「抱擁」も「ソング抱擁」も。 大野くんソロではなくてですね大野くんの歌ってる部分をお話しさせていただいたんですけれども他の方もコメントくれてましたもうせっかくだったら大野くんソロをやっぱりやってほしいでそのソロで公式で上がってるのはそのレインしかないんですよということで今日はレインのライブ映像アラフェス2012を見ながらですねお話をさせていただこうということで今ちょうどですねその動画の 1時間13分48秒のところで今ねこの後レインが始まる直前で画面が止まっておりますので早速聞いていきたいと思いますいいですかあの途中で「あここは痛い」っていうところが「い痛い」じゃないよ「痛い」じゃなくて「ここは言いたい」っていうところがあればちょこちょこ止めながらですねお話をしていきたいと思います、えー、今はですね真っ暗い画面の、えー、中に 赤いライトで照らされた多分これが大野くんなんだと思うんですけれどもが真ん中にいる状態で今止まっております早速ここから再生をしていきたいと思いますそれではアラフェス2012レイン大野聡さ,さんのソロの曲の解説いきましょう再生ドンキヤーなんか上がってきましたね今真ん中のステージで大野くんヘッドセットのマイクをつけて 青い光の中白いジャケット。わ、すごい炎が上がってますよ周りで。白いジャケットもうこの踊りもね、すごいですね。てててて。雨の音響く君の声消えた。とないで、とないで。 バンクに好きという、あ、ね、こんなにジャンプしたり動きながら、僕のそれがされ抑えてない痩せるすごい。えね英語はわかりません私。踊ってるけど歌ってるねこれ。ねえねえ誰がでるあ誰誰誰誰 走り出すちょっと待ってストップこれで今一番終わりですよねちょっとちょっと待ってくださいあのこんな動いてて声ぶれないことありますこれすごいですねちょっとあの嘘と思いました今ま嘘じゃないんですけど すごいですねあの皆さんカラオケでも経験あると思うんですよいやないかもしれないけどちょっとあの椅子の上に立ってとかこう踊ったり動きながら歌うとすっごい音ってねブレるんですよあの歩きながらお友達と喋ってるだけでも結構声ってあのブレるし しへへしちゃううんですよ息が切れてしまうでそうすると少ない空気のあちゃあたくさん吸ってる空気でもうまくバランスよく出てこなくてちょっと息苦しくなったりとかしてしまったりするっていう経験ある方いるんじゃないかなと思うんですけど歌に関して言うと歩いてる時とまた違って息継ぎのの時間っってていうのが決まってますでこの曲も結構テンポがあるから息継ぎの時間ってその長く取れないですよね。短短いい時間で吸って長いフレーズを歌うまた短い 時間ですって長いフレーズを歌うってこれの繰り返しは動かないで歌っても実は結構大変なんですね歌いやだけどね相当動いてます私もまあ踊れないくせにちょっと動きを真似てやってましたけどいやちょっと待ってくださいもう一回一番聞いていいですかいやこれはすごいねえまあ私もその今すごいなって偉そうに言ってますけど踊りながら歌ったことはないんですけども でも、あの、例えばライブとかで歌うときに、ちょっとね、動いたり、まあ、ジャンプでもしようもんなら、音ブレブレになっちゃうんですけど、結構飛んでるよね、これね。ちょっと待って、もう一回、ちょっと音量上げちゃおう。もう一回一番聞きますね。すみません。行きましょう、ドン。はい。また今、青い光の中で、大野くんが出てきて、白いジャケットでくるっと回って、こう光がねあ、炎がね、これ熱いってさっき言いましたこれ相当熱いですよ、この近くで。 こんだけ冷え、あもうこの時点で息切れそうだけどあと響く君の声全然ブレないな全然ブレない「ぼ」の音もねあのバビブブって汚いね汚いっていうか 音なんですけど、柔らかく。おお。おお、サイだけ。セール、すごいね。セール、ちょっとフェイクが入って。いいな。ななな、ねえねえ。な、君の香りが。足、こんなになってるよ。すごい。ええ、いいね。ながなね。なんて。手柄が出て。<noise> はい、二番入りましたね。続きいきましょう。 でがでがでででガラスこれガもそうねさっきのバと一緒で優しく音高い音もすごい綺麗に抜けている行くのこのまま待てば君はルのゲットこれもゲだけどね綺麗に出てる高い音言っても顔が上に向かないのは素晴らしい空気の音でね

イエーイこれもちょっと歓声がふわーっと上がってましたけど上がるよねこれはあのね今のイエーイっていう音はまおるくの歌声ね全般的に言えるんですけどやっぱり声の安定感がすごいある空気の量がしっかりあって腹筋背筋でしっかり空気を押し出すことによって空気が均等に出てきますから声も安定するそれ確かにそう いう大事なんですけどこれをこれだけ今踊る中でやっていてしかもちょっと今ねリズムが落ち着いた動きも落ち着いたとはいえイエーイ今伸ばすところありましたこれまあロングトーンっていうねまっすぐ伸ばしていく音から後半ちょっとビブラートあったかなでその伸ばしている時に今同じ音はーと伸ばしているわけですけど一個ね素敵なテクニック入ってますよ少し戻るとどうやったらいいかなここかな ちょっと一回戻って今の「イエーイ!」の手前に今行きましたよもう一回再生2回回った後に「イエーイ!」ってなってますけど今止めましたあの最初に入る「イエーイ!」の「イ」の前の音で一回「イエーイ!」ってちょっと声をね うん、かすらせるわけじゃない空気を先に多めに出して「イエー」でいいんですけど「へー」「ー」ちょっと弱いとこから入ってきての「へー」って伸ばしてる時にやっぱ音程がそのキープしていく時にですね音を下ろさないようにてか普通に人間人間ってじゃないねちょっと話がでかくなりましたけど。 声を出していくと空気が喉なくなっていきますから普通に考えたら音っていうのはね自然と下がってきちゃうんですよ。これはまあ誰でもそうなんですで。プロの人たちっていうのはその音が下がることを前提で下がらないように上げていく気持ちでこう均等に保つためにこうね歌ってる人って結構多いと思うんですけどそれがね今歌ってる時の大野くの口の形で「イェーってこの口角がちょっと上がってですね 上のの前歯が見えるような口の開だから「イエーイ!」ってここがねちょっと上がりながらこの音をキープしていくというのを多分無意識にやられてると思いますけどもこれがあることによって音だけ聞くとやっぱりグワーッと伸びていって更にふっと上に上がっていくようなねそんな響きが出てますけど。 これ1番2番でずっと踊って歌ってた人のあの安定感じゃないですよ。日本語おかしいな。1番2番踊ってきた人が出せる安定感じゃない。正しい日本語。と思います。ここは美味しいですね。美味しいけど、歌おう方としたらこう怖さもあるね。うまくハマればかっこいいけど。いや、見事です。家への続きいきましょう。もう一回家へ聞いてから行こう。はい。ちょっと手前に戻ってから。 テケ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 ンところ戻りたい。テケテケにも、あ、こうて、テケテケテケテえイェーイほら、ここ上がってね。結構早歩きで行ってるけどさ、こうね、ヘッドショットマイク持ちながら結構早歩きしてるけど。階段曲がってるけど平気だね、全然怖い。ほらイェーイ さっきキー上がってもね、一個ね、最後のサビ。ナーナー飛んじゃってるもんねも。今くるっと回って後ろが開きましたよ。白い光の中におるくんが歩いていって 影がどんどん遠くなって左に曲がりましたパタンと閉まる止まりました止まりましたよ止めたんですよ私が今今「い」の音でガッと上に上がってたところがあると思うんですけど最後あれもねもう苦しいからね多分苦しいと思うんですよずっと歌ってきて踊ってきてで1番2番のサビよりも、まあ、キーがちょっと多分上がってると思うんですけど1個。 高くなってるから顔がちょっとぐっとね。前にシワが寄ってる感じもありますけど、あれはね。苦しさもやっぱりあると思うんですけど、そんな中で手柄がね。いいのいいと言った時に、やっぱりこの喉で踏ん張って出すんじゃなくてえー,ー。この口角ですね。さっきのあの伸ばあイエーノーとノヴあいえのと伸ばす時と一緒で。それがね、ここで聞いてるから。イー 一瞬しか出ないいけどあの高い音さっきも言いました腹筋背筋とやっぱり口角の動かし方いや見事な安定感全体的にいや素晴らしいやっぱり皆さんがこのレインをねちょっとこう聞いてほしいというふうに書いていただくのはすごいよく分かる見事な本当に歌唱だったと思います。 えあのまとめるとやっぱりその動きながらあれだけ動いて後半も歩くのも早いですけどもあれだけでもねやっぱり安定して声出すの非常に難しいと思うんですけれども本当にぶれないもうまずこれが素晴らしいということとそれから高音に行く時のね今の口角伸ばした時が音が落ちてこないように口角で操作しているということも無意識かもしれないですけどやってますしでこんだけ踊って歌ってる中でも「ダー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 」っていうこの「 フェイクと言われる、ね、音の中で一瞬くるっと回ってみたりするその、まあ、歌のテクニックで言うと余裕がある時に出てくるやつが踊りながら歌ってきっと余裕なんかなかなかないんじゃないかなと思うんですけどそれをさらっとやれてしまうっていうですごく大変だと思うんですけどこの歌踊りながら歌うの。でも大変そうにならない。へえへい肩が上がってしまって息をするとかね途中で「は,はとか入ったりしない っていいいうのがいやすごいしかもこれは今ねライブが1時間十何分13分とか14分のとこからこの曲ですからそれまでも歌って踊ってるわけですからいやすごいいや本当にすごいと思いますはいちょっとびっくりしてしまいましたえらい長くなってしまいましたけども今回はですね、えー、嵐大野智さ,さんのですねソロの曲「レインという曲のライブ映像を見ながら歌声についてかなり細かく えー、お話をさせていただきまして皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。